あの TikTok にめっちゃスバルっぽいアカウントあるんよ。めっちゃスバルっぽいの。スバルもあれ、スバルがアカウント開設したっけなってそれ見て思ったんだけど、割とねなんか8000人ぐらい騙されてフォローされてしてるけど、あれスバルじゃないから、ちょっと皆さん頼むわ。ちょっとじゃあショートの話でもするか。ショートがね最近頑張ってるんですよ。スバルは気がついた。これからの時代はショートなんじゃないかってね、なんかやっと気がついた。たださ、それさ、友達から連絡あってさ、ショートを見たよっつって、あ本当ありがとうって、えこれ詐欺じゃねみたいな。違う、詐欺じゃない。いやいや別にね、可愛い動画で釣ってはいません。いやいや、あれはもう可愛いスバルを楽しむコンテンツであって、別に詐欺ではないです。まあ、確かにあれを見た後にその通常の配信見ると、あれな、な、どうしたみたいな、なんか別に髪の毛長くないやみたいな。いや髪の毛もねちゃんと長くなりますんでね、こうやってほらほら、あちゃんとね髪もね長くなりますんで、もうほぼ本物。いや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 、可愛くていいじゃんねみんな。ちなみにショートからめちゃめちゃ新しい人入ってきてるから、まあだ騙されてはいる。いや違うだろ。